ただいま11月9日の、コンサートに向けてこのメンバー5人で、練習をしております。いつもは、我々3人と、酒井君1人でやってたんですが、今回はアリスファンではすっかりおなじみの大野剛、彼が入って、サウンドも大変、熱くまた素晴らしいものになっております。南の国の情熱のアロマ、それは素敵な飲み物、コーヒー、ことのため。なるところの前ってどうやってる？みんな伸ばしてるだけですけどね。前って、こんな5人で、やることになりました。頑張りますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。待ってます。